こんにちは、マスヤです。今回はジャンゴアトゥールのクラシックシェットランドウールスイードトラウザース、こちらをご紹介します。今回のトラウザースは、前回ご紹介した、ツイードジャケット、そちらと同じイギリスムーン社のシェットランドウールツイードを使って仕上げています。カラーは、ジャケットと同じくブラウンとベージュ、この2色になります。1920年代のオックスフォードバックス、それを思わせるようなこの深い股上とこうヒップから裾に向かってストンと落ちるワイドなシルエット、これが実に綺麗です。このパンツはご覧になっていただいて分かる通り、かなり太めのシルエットです。裾幅でだいたい、僕今 M サイズを履いてるんですが、 M サイズで 31.5 ぐらい、 31.5 センチぐらいの裾幅がありますので、だいぶ広めです。だけど数字で見るよりもこうやって見ていただくとそこまで太く感じない、このシルエットのバランスの良さが特徴です。なお裾の仕上げについてですが、ベージュのようにダブルで仕上げていただいてもいいですし、僕が今履いているブラウンのようにシンプルにシングルでお直しされてもいいと思います。それでは、今回のトラウザース、こちらをベースにしたコーディネートをいろいろご紹介していきます。まずはジャンゴアトゥールのロングニットカーディガン、こちらとトラウザースを合わせてみました。ベスト、中のベストは、こちらもジャンゴアトゥールのアナザーラインベスト、そしてシャツは、こちらもジャンゴのリネンのスタンドカラーシャツです。くるっと待ってみます。今度は、こちらもジャンゴアトゥールのテイルワークリネンコート、こちらと合わせてみました。色合い、そしてシルエットのバランス、この装いもすごくかっこいいと思います。くるっと回ってみます。最後はやはりセットアップです。キャスケット、ジャケット、トラウザース、すべて同じ生地でまとめています。では回ってみます。やっぱりセットアップは外せないですね。ベージュに履き替えてみました。どうでしょう。あえてトップスを無地のカットソーに合わせてシンプルにまとめています。ジャケットを着てみました。こんな抜いた感じの軽いセットアップ、これもおすすめです。帽子は、HW ドックのビーバーハット、ハットソーはオールドホームセッターのフライスのロングスリーブ T シャツです。くるっと回っています。参考までに今回のツイードのジャケット、あるいはセットアップ、この上に何か羽織りたいという時に、このトーソンに着せてるような、ちょっと丈の長いオイルドのコート、こんなコーディネートもおすすめです。
いかがでしたか？いつものように各アイテムの詳細については概要欄に掲載しておきますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。それでは次回もお楽しみに。